と思います。じゃあそれではね、今日はあの丸川で、まあ、回すもんじゃないですよね、そこの丸川の、ね、あの丸川の衣装で揃えたということで、ワイズバンドスタートしたいと思います。よろしくお願いします。
開幕です、はい、メドレーとそれからウォークインザルーム2曲お届けしました。はい、じゃあこれ簡単ですけどメンバー紹介させていただきます。はい、皆さんの方がステージ向かって右側、はい、町田のね、ドームリーソンリズム最高にイエーイ巨人だからです。ドン、タカさん、トモノさん、はい、じゃあ次回で真ん中のドアンです。大工さん、仕事は大工さんです。どうせくんです。どうのどうに全員全員と書いてどうせくん、はい、お金貯まってます。はい、続きまして隣のお隣ですね、ベースギター沢山さん、ね、元東京消防庁定年されましたけど、ね、ホースを今度ベースギターに使えて頑張ってます、ね、まあね、ちょっとこの話あれですけど、ね、消防といえばね、京都でちょっと痛ましいねことがありましたけど、ね、まあね、早く治って、京和アニメがさ、会社として早くね、また戻ってくれればね、まあ、亡くなった方は申し訳ないですけどね、といいと思います。はい、で、私は山道と申しまして、ワイズバンドの場合は山道のバンドです。でライブはね、最低月1回、あとはまあ3週連続とかいろいろありますけど、まあ、神奈川県だけじゃなく、松戸とかいろんなところ行ってます。でね、ちょっとこう今日、私に、まあ、定年して、もう若い人もいますけど、仕事をこの、ちょっとさんで、仕事先で、事務所があるんで、うん、ここから歩いて、幸福寺の反対なんで、で、今日応援にね、この5名を来て、ね、若い人もいます。はい、ね、いっぱい飲んだよ。はい、それではいきます。今度は66年ものかな、3、4曲夜空の星とか二人の金太とかいきますけど、はい、じゃあラバンバいきましょう。はいはい、はい。
じゃあ続きまして、先週から練習しました雨の御堂筋と京都五条言い訳しちゃったぜ、はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、じゃあ雨の御堂筋です。まだ完成してませんでした。山口さん、はい、山田さんが文句ある。はいはいはい、あのエコーが効きすぎだって。そう。見て山田さん、厳しい。言っちゃったわよ。はい、山田さん。なかなかね、俺京都語で綺麗なメドレーなんだけど、メドレーなんか難しいんだ。言い訳はいいから。どうもすいませんでした。すいませんでした。うちの前座なんだよ。おっしゃる通り、ね、この後ライブさんね、さひよどりさんね、それからニュース会のめぐみの前座ですから軽くね、気持ちで、はい、涙の次、あとはやりやすい、はい、涙のネタ、ジョーカーズワールド、ジョーカーズワールドってのこれね、
スパイモンでバットマンのレビューに入ってますね。なかなかいい曲だと思いますけど、はい、センチメンタルギター、はい、行きましょう。次の曲ですけどね、次の曲はね、江戸山口さん、東京ベンチャーとか、ビジットクルーさんとか、神奈川の、まあ、道路っていうかね、テーマにしてる曲があるんですけど、
西で言えば聖書バイパスなんですとかね、前戸さんがそこした聖書バイパス、江戸さんベンツ乗ってるんだけど、江戸山口さんとね、あのおまわりさんに声かけられて、その後作った曲が本当かどうか知りませんけど、あと26から鎌倉っていうのもね、いい曲なんですけど、あの後でニュース会にやってもらおうかな、あんこれで、いい曲ですけど。で、今日やるのは、逗子の赤い橋、渚橋ね、渚橋ってありますんで、やってみたいと思います。はい、渚橋、じゃあ行きましょう。通常のベンちゃんの古いバージョン戻りまして、10番街の殺人とサーフライダー行きます。10番が俺から
よくご存知のダイヤモンドライン、ダイヤモンドヘッド。
はい、お待たせしました。インドの楽器でシタールっていうのがありまして、このエレキギターです。インドのちょっとエキゾチックな音がすると思います。京都の声とペイキットがやります。Thank you.
はい、じゃあお時間いただきまして、あと1曲いきます。ラストです。終わっちゃうの？はい、イエロージャケット。ありがとうございました。ワイズバンドの皆さんでした。ありがとうございました。